ポケモン金銀をプレイし始めて最初に相棒として選ぶ、いわゆる御三家ポケモンの3匹といえば、チコリータ、火の嵐、ワニの子ですね。ほとんどのプレイヤーは、3匹のうち1匹を選んで1回ストーリークリアしたら終わりなので、選ばなかった残り2匹との冒険がどうなるか、知らない人も多いかもしれませんね。というわけで、今回の動画では金銀御三家の草タイプであるポケモン、チコリータを相棒にした場合、ジムリーダーたちとの戦いはどう展開していくのかというテーマでお送りしていきます。レイリーフ、女神ウマへと進化を遂げる、金銀世代の草の御三家、チコリータ。そんなチコリータを相棒にしたとき、冒険の序盤、中盤、終盤の有利不利はどうなのか、強敵との戦闘適性や、快適な冒険への貢献度など、いくつかの指標に分けて確かめていきます。それでは早速本編参りましょう。というわけで、ジムリーダーとの相性、冒険の快適さ、その他の利便性などなど、いくつかの要素に分けつつ、チコリータとの譲渡地方の冒険を追体験していきましょう。それぞれの要素に対して、有利、普通、不利の3段階で独自の点数をつけていきます。それでは始めていきましょう。冒険の最初の関門として立ちはだかるのが、飛行タイプのジムリーダー、ハヤトです。草タイプのチコリータにとって、最初の事務戦から大幅に不利な相手であることは明らかでしょう。チコリータを相棒にした場合にだけめちゃくちゃ苦戦するって、なんか赤緑版の人影を思い出させますね。ビジョンはタイプ一致の飛行技、風起こしを使って激しく追い込んでくるため、これを弱点で受けてしまうチコリータとしては正面からの突破が極めて困難。救済措置として交換で手に入るイワークや、野生の石粒手をゲットするという手段もありますが、イワークは他のトレーナーのポケモンであるため、レベルを上げすぎると指示を聞かなくなるほか、石粒手も同様に、地面タイプの泥かけに対しては弱点となってしまっているなど、採用イコール楽勝、とは言い難いレベルの対策にとどまっている印象であり、万全な対抗策がないのってちょっとチコリータ選んだ人に厳しすぎない？譲渡地方の冒険開幕早々、波乱の幕開けとなったわけですが、これはあくまで、長い苦難の序章に過ぎないということを付け足しておきます。今作のハードモード枠がチコリータに確定した瞬間である。そして、二人目のジムリーダーであるつくしに対面する頃には、チコリータもレベル16となってベイリーフへと進化しており、ステータスも大きく底上げされた進化後の姿であれば、苦手な虫タイプのジムも難なく突破が見込める。なんてことはなく、バッチバチにゴリッゴリの苦戦を強いられることとなります。トランセルもコクーンもストライクも、草技なんて全然通らないもんな。攻撃力の高いストライクの連続斬りは、最初の数ターンこそ威力も控えめながら、メイン火力の葉っぱカッターはストライクには4分の1軽減、短期決着を望むこともできず、気づけば威力が80、160と、取り返しのつかない超高火力となる事態も頻発。二つ目の事務戦でも、どう考えても圧倒的に不利な戦いを工夫と気合で乗り切るしかありません。不思議そうがレベル30でようやく覚えるタイプ一致技の葉っぱカッターを、チコリータはレベル8で覚えられるけど、強めのタイプ一致技を最序盤で覚えられてもなお、難易度的には全然緩くなってないってことなんだよな。続いて3人目、ノーマルタイプのジムリーダーアカネとのマッチアップですが、タイプ相性的には、ここへ来てようやく互角に渡り合える対戦相手となっています。ノーマルポケモンは得意も苦手も少ないってのもあって、見た目の相性だけなら互角のポケモンも多そうですね。ただ、耐久と高い素早さのバランスが良いミルタンクは、これまた短期決戦を狙うことが難しい強敵で、連続斬りよろしく、毎ターン威力が倍増していく転がるを連発されるだけでも非常に強力、みんなのトラウマ、茜のミルタンクの恐ろしさに誰もが一度は脅かされることでしょう。タイプ相性が互角のベイリーフでも全然油断できない相手なわけだし、転がるが弱点であるあのポケモンを選んだ人にとっては、さらに厳しい相手となりそうですね。そしてお次は4人目、ゴースト使いの松葉がお相手ですが、松葉も関東地方の菊子よろしく、ゴースト使いと毒使いを兼ねてしまっている状況、これが攻撃手段の乏しいベイリーフにとっては厳しく、草技もノーマル技も非常に通りにくいという、相性的にはかなり不利な相手となってしまっています。ベイリーフも不思議だね族同様、草とノーマル以外の攻撃技は自力で覚えられないし、技マシンで覚えられる技も、泥かけや岩砕きなど、低威力かつ特殊よりステータスのベイリーフとは噛み合わず、多彩な攻撃技で様々な敵に対応していくような戦い方は望めないのが辛いところですね。バッジを4つ集め終える頃には、ベイリーフもレベル32を迎え、最終進化系である女神ウムになっているでしょう。そしていよいよストーリーも後半戦、5人目は格闘使いのシジマとなりますが、なんと5人目にして初の、メガニウム側が有利を取れる相手でもあります。ストーリー後半に差し掛かって、ようやく初めて有利な相手が出てくるのか。シジマのポケモンは格闘主体となっていますが、エースのニョロボンが水タイプとの複合であり、メガニウムであれば、葉っぱカッターで弱点をついて有利な戦闘が展開可能。心の目、爆裂パンチのコンボを受ける前に倒すこともできるでしょう。レベル8で覚えた葉っぱカッターがメインウェポンの期間、長すぎませんかね。さらに続いて6人目、鋼使いのミカンとの対戦ですが、耐性の多い鋼タイプにメガニウムの技は通りにくく、互いに決定打にかける、互角の戦いとなるでしょう。コイルには草技もノーマル技も通りにくいし、コイル側も10万ボルトがメガニウムに通らないし、ハガネイルとは、葉っぱカッターとアイアンテールの打ち合いになるので、今季比べって感じですね。共に攻めより守りにステータスが偏った2匹の戦いなので、育成の質が試される正面衝突となりますが、メガニウムの個性、リフレクターなどの補助技を使いこなせば、戦いを有利に展開できるでしょう。そして7人目、氷使いの柳との戦いでは、先ほどの持久戦とは正反対、相手のメイン技も全て弱点、こちらの草技も全て弱点で互いに通るという、やられる前にやったもん勝ち、食うか食われるかの互角の相性となっています。幸い柳のポケモンはみかんよりレベルも低めだし、素早さが高いポケモンもいないし、メガニウムをちゃんと育ててさえいれば、パワー負けすることもなさそうですね。相変わらずメインウェポンはレベル8で覚えた葉っぱカッターのままのメガニウムですが、この辺まで来ると勘のいい方はお察しの通り、メガニウムが次に覚える草の攻撃技はなんと、レベル61で覚えるソーラービームが最後であり、これの意味するところはつまり、メガニウムは、殿堂入りまでのあらゆる敵に対して、一致技としては葉っぱカッターを擦り続ける運命である、という、ちょっと変わり映えのしない悲しい事実の存在です。最初のジムから最後のチャンピオン戦まで、同じ技使い続けるってこれマジ？そして最後のジムリーダー、ドラゴン使いの伊吹との対戦では、御三家の3タイプ全てに耐性を持つドラゴンポケモンに、メガニウムも苦戦は避けられず、どうしても不利な戦いであることは明らかでしょう。ドラゴン技は鋼タイプでないと半減できないし、竜の伊吹がシンプルに痛いんですよね。一応、炎と水を4分の1軽減してくるキングドラに対して、草技だけは当倍で通るため、全員不利ではある御三家の中でも、メガニウムが最も戦いやすい相手ではあるとゆえ、序盤が大変だった分、一応の救済措置となっているのかなという印象は感じ取れます。と、ここまでのジム戦でも明確に有利な相手はほとんどいなかったメガニウムですが、ここからはポケモンリーグ、四天王との戦いを見ていきましょう。まずは四天王の先鋒、エスパー使いの樹。単純なエスパータイプに対しては互角のはずのメガニウムですが、樹の手持ちにはなぜかメガニウムの苦手とする複合タイプを持つポケモンが多く、総合的に見て、かなり戦いにくい不利な相手となっているのは確かです。名城にもナッシーにも葉っぱカッター通らないし、ルージュラは冷凍パンチ狙ってくるし、ヤドラン以外はみんな戦いにくいの困るんだよな。続く四天王の2番手、毒使いの今日ですが、これは言わずもがな、見た目通りに不利な相性。今日の手持ち5匹のうち、4匹が草技を4分の1軽減してくるという、これまでにないほどに単体突破が困難な相手です。なんでこうもみんな虫とか飛行とか、草技の通らない複合ばっかりなんですかね。突破に時間をかければかけるほど、まきびしや毒毒、影分身に超音波など、今日の真骨頂である多彩な補助技で戦場がめちゃくちゃにかき回されてしまうため、メガニウム短期での攻略を考えている場合、一番の強敵と言っても過言ではないかもしれません。そして3人目の芝、相変わらずイワークを連れているのはメガニウム使いとしては助かるところですが、なぜか芝といえば怪力よりボーナスステージ3の方が相棒の印象ありますよね。ただ、赤緑から金銀へのステータス変更にあたって、格闘ポケモンたち波特棒が軒並み上昇しており、相性的にも互角である高威力の格闘技、油断していると停滞ダメージを受けかねません。急所の使用も弱体化されてるとはいえ、カイリキーのクロスチョップとかは特に破壊力もあるし、メガニウムの高めの防御に甘えず、対策は講じておきたい相手ですね。そして最後の四天王、カリンは悪タイプの使い手。タイプ相性的には互角の相手となっている、なんてことはなく、蓋を開けてみれば大幅に不利な相性で固められています。ラフレシア、ゲンガー、闇カラス、ヘルガーはいずれも葉っぱカッターを半減以下に抑えてくる相手で、攻めの選択肢が少ない上に攻撃ステータスが控えめのメガニウムにとって、四天王の名を冠するものにふさわしい、かなりの強敵として立ちはだかります。相変わらず、メガニウムでは戦いにくいポケモンを積極的に採用しているとしか思えない、そんなトレーナーがちょいちょいいますよね。というか、草タイプには苦手とするタイプが多いため、開発陣の意図してないところで、気がついたら草に厳しすぎる編成になってた、みたいなこともあるかもしれませんね。そして待ち構えるは、金銀版におけるチャンピオン、ドラゴン使いのワタルとの決戦。こちらも言うまでもなく、突破が難しい大幅不利な相手となっています。まあね、ドラゴン使いというだけあって、ドラゴンっぽいポケモンとドラゴンポケモンでまとめられてるけど、よくよく見ると手持ち6匹が全員飛行タイプだし、超絶強化されたハヤトと戦ってるようなもんだし。ギャラドスとプテラには葉っぱカッターも等倍で通りますが、残るリザードンと海流3匹に関しては、これまで何度もあったように、またまた草技を4分の1に軽減してくるというウルトラ不利。なんかさっきからずっと草技4分の1で受けられてない？不一致ののしかかりでどうにかこうにか突破するのも苦しいため、これまたチャンピオンらしく、メガニウム短期での攻略難易度は極めて高い相手だと言えるでしょう。メガニウムも技マシンを使えば地震とかアイアンテールとかは一応覚えられるけど、攻撃範囲の物足りなさは、どうしても最後まで付きまとう問題かもしれませんね。そして、金銀版といえば裏ボスであるレッドの存在も忘れられません。手持ちはいずれもレベル70を超えており、タイプバランスの良い6匹の編成、これに対して、メガニウムも短期であればやはり不利であると言えます。明確に有利が取れるのはカメックスぐらいだし、そのカメックスも吹雪で弱点ついてくるし、たとえメガニウムがレベル100であっても、短期での突破が厳しい相手かもしれませんね。中でもヤバいのがカビゴンで、高い HP と特防の織りなす特殊耐久は要塞級、メガニウムの控えめな特殊火力では、素の眠るだけで回復が間に合ってしまい、対策なしでは、終わりのない泥仕合の沼に引きずり込まれる危険性も高いです。初めてレッドに挑んだ時、カビゴンが突破できなくてリセットさせられたの懐かしいなぁ。といった具合にメガニウムとの冒険を振り返りましたが、総評してみるとこんなところでしょうか。メインウェポン、葉っぱカッターの習得が極めて早い。防御、特防の耐久ステータスが高く、持久戦に適している。リフレクター、光の壁や光合成など、対戦での実用性が高い優秀な技を覚えられる。といった点がメリットとして挙げられるでしょうか。最後まで使い続けられる癖のないメインウェポンである葉っぱカッターの習得が早いから、終始この技で安定したパフォーマンスを発揮できますよね。また、金銀の対戦環境といえば、歴代でも屈指の超低速持久戦が流行っていたことでも有名で、ストーリー攻略には不向きながらも持久戦に適した、優秀な耐久技を多く覚えられるメガニウムは、通信対戦環境だけで見れば、実は爆風やオーダイルより高い評価を得ていた、というのも見過ごせない事実ですね。反面、メガニウムを相棒に選ぶ場合のデメリットとしては、攻撃、特攻のステータスが控えめで、戦闘が長引きやすい。自力で習得できる攻撃技が4つしかなく、育成による技の変化に乏しい。弱点が多く、苦手な相手も多いため、ストーリーでは苦戦しがち。特に終盤、タイプ一致である草技の通りが悪い相手が多すぎて、短期での突破が難しい。などの要素が見受けられます。通信対戦環境には適しているとはいえ、ストーリー攻略では不便な面も目立ってしまい、火力も控えめな上、半減されやすいタイプ一致技ではゴリ押しも効きにくく、必然的に相手からの被弾も増え、苦戦の思い出も多くなってしまうかもしれません。そんなメガニウムですが、赤緑版でリザードンを選んだ場合の例にもあったように、相棒との苦戦という最高のスパイスによって、絆の深まる機会が多いのも事実で、その冒険を最後まで走り抜けた時には、一段と大きな感動に包まれることでしょう。苦難に比例して実りも多いであろうハードモード、ぜひメガニウムと共に歩んでみてはいかがでしょうか？というわけで、今回は金銀版で最初のパートナーとして、チコリータを選んだ場合の冒険について振り返ってみました。次回は日の嵐編です。